切ろうって。うん？切ろうって。いや、そうも、そうも。更衣室みたいなもんなんだから。そうも言ってらんないだろ。切ればいいじゃん。そうも言ってらんないだろ、お前。いいよ。うん？切れよ。寒いだろ、だって今は、今はいるんだから。切ろよって。切れよ。切れよって何？ラグを変えたか間違ってるじゃん。切れって言ってるね。いい、いい。いや、怖い怖い。もうノースリーブ5だ。どういう状態なの？ノースリーブ5だから俺。だから前と後じゃなくて。もう一回戻れる、戻ることはできないから。変にはなってるよ。ノースリーブ。だって普通着るもん。ノースリーブ。で、あとノースリーブっていうのやめて、タンクトップとか、ね、タンクトップじゃないから、ノースリーブだろ。いや、ノースリーブって女子が着るやつだから。女子ノースリーブ着ないだろ別に。女子着るだろ、ノースリーブ、うん、タンクトップではなくない？でもお前がプロレスラーって考えた時、考えるな。ノースリーブではなくない？待って待って、プロレスラーって考えなくていいよ別に。いや、お前がプロレスラーじゃねえもん。お前がプロレスラーだとした時、うん、タンクトップじゃん。タンクトップじゃないし、あとこれはノースリーブです。なんでよ、俺服の種類知らんけど。早く着ろよ、裸足なんだから。俺もこれで帰るよ。いや、めんどくさい。あれを持てよ、じゃあ。いや、持たん。自分で持てよ。持たん。あと、お前あれだよ、5階行ってこのエレベーター下戻してくって一人で。おーい、居残りじゃん。どうやってやんだよ。で、これで5階まで行って、あ、確かに無理だな。俺なんで階段で5階まで行くの。もう一回な。あの、一緒に乗ってきちゃったからか。じゃあ一緒に乗って上行って、俺こうやってこうやってやる。それやんなきゃいけないね。もう一回行こう。だる。いや、それお前先聞けよ。だってお前が一緒に帰ろうっつったから帰ったんじゃん。だって別々に帰るのちょっと怖いだろ今。あと着て出てきて、じゃあ絶対これ。これな、頼むわ。確かに。え、着れるかっていう検証して。ああ、その5階から1階までに、うん、着れるかっていうのやっといて、うん、はい、やった。いや、ちょっと怖いか、ここも。頼むよ。同じミスを犯した。どうかな。キレや。あ、キレや。着ないだろ。タンクトップじゃん、もうプロレスラーなんて本当に。着なかったわ。間に合わなかった。着なかった、間に合わなかった。間に合わなかった、はい、はい、ということで、いつもでした。ありがとうございました。あれ、違うとこした。